池日田町は、かつて、静岡県小笠郡にあった町である。現在は、お前崎市の中心街になっている。江戸初期に、2位の村の先にある新之池を埋め立てて神殿にした、ため、新之池神殿と呼ばれていたが、2位の村から独立するときに、神殿に改められた。地元では、三人の小敷が村を開いたという言い伝えがあるが、本当かどうかはわからない。 池にった財産区の遠隔誌によれば、1605年に下水神社を勧進し、横須賀藩に立村の申請をする。2年後、慶長12年幕府から低池神殿をけめこと1607年を賜り、立村した。下水神社の東に位置する、総当州、安ず泉寺が天正9年に改装した。その時の神徒が13個と記載されている。 1889年10月1日の町村政志向で池、新田、角谷、豪湖、塩原神殿の4村が合併して池新田村となる。当初は上東軍に属していたが、軍の統合によって小笠軍に属した。1940年11月11日に町整志向して池新田町になったが、1955年3月31日、 朝日奈村、桜村、木、木村、2位の村の4、村と合併して、浜岡町となった。現在池神殿の地名は、大浅野のほか、幼稚園、高等学校などの名前として残っている。お前崎市の中心街で、市の人口の4割近くが集まり、市役所、公会堂のほか、イオンタウン、浜岡などの大型商業施設が集まり、市内は元より、牧野原市、 菊川市、掛川市南部などからの買い物客も多い。春園線は1948年開業のため、長期に路線は同時に存在していない。ありがとうございます。